はい、ノブゾンビです。本日もフォールアウト4 PS4 のモッドを元気に紹介していきたいと思います。では本日紹介するモッドはこちら。はい、こちらのモッドはですね、押し車のショップを作れるっていうモッドになってます。はい、入れてる場所なんですけども、こちら PS4 ショッピングカートベンダーズですね。場所的に、まあ、オブジェクト追加系だと思うので、それに類似するモッドのところに入れてますね。まあなんかいろいろ追加されてるようなので見ていきたいと思います。はい、では追加されてる場所はショップということで、こちらお店の方に追加されています。ではとりあえずトレーダーから見ていきたいと思います。はい、まず追加されているのがこちらのカートですね。押し車ではなく、まあ押し車か、まあカート、こちらと、あとこれに対しての付属品、こういったものですね。もうしっかりと、ちょっとこれだと分かんないですけど、カートの上に乗せるといい感じで棚の中にも設置できるっていう状態ですね。見づらい、こういう感じで乗せることができます。あとは屋根付きのこういったタイプ、これも若干ちょっと調整が必要かもしれないですね。こういう風に置くことができます。はい、あとこちらですね、こういった傘付きのカートで、これに対してこれですね。ちょっとこれが置きづらいかな、若干こんな感じで、こういう風にして設置することができます。でこちら人を配置するにはカートに照準合わせていただければ、居住者を配置させることができます。はい、こんな感じですね。でこれが、トレーダー、若干これもうちょっと位置をずらさないとダメですね。ちょっと離れた方が置きやすいかな。ちょっと若干これずれますね。なのであのプレスエニーウェアツールとか使って位置調整していただけるといいと思います。じゃあ次は病院とか見てみますか。はい、診療所も同じようにこちらとこちらの2タイプのカート、それに対して、あ、これちょっと置きづらいかな。あ、こうですね。お、こんな感じで置けますね。とこういったタイプ、若干こんくらいの位置かな。このカゴの位置がちょっと気になるな。あ、わかった、これをここに合わせる感じにしないとダメですね。ちょっと離れてこういった感じで、若干ずれてますけど、こういう風な状態でくっつけることができますね。でこれもよ、こんな感じかな。はい、こういう感じで置くことができます。まあかなりいいですね。こういうタイプのオブジェクト好きですね。やっぱり若干そのままで建築すると位置が微妙にずれてしまうので、プレスエニーウェアツール使ったりするのがおすすめです。まあ、こんな感じですね。あと他にも追加されているので、ぜひご自身の目でお確かめくださいということで、まあ、本日はねこんな感じで終了したいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回。